なんか面倒くさいブルースでしたね。はい。すごいね、いや、すごい緊張しているような、ブルースでした。それではですね、もうラストの曲なんですね。時間厳守ということですので、実は今日は福島の方から、わざわざどう自分で言うのもあるんですが、CD を持ってきちゃいましたので、そちらの方販売しております。その中から一曲ですね、アダタラという曲なんですが、福島県といいますと会津磐梯山なんですが、もう一つ有名な山、アダタラさん、ね、高松光太郎の知恵交渉で有名なアダタラ、その、アダタラそのままタイトルをつけた曲なんですが、それを被災地の、名目といいますかね、追悼の意味も、込めまして、アダタラという曲を、最後にお送りしたいと思います。簡単にメンバーです。紹介しましょう。あちらから、ギター瀬戸龍介さん。そして、トラブスは、川中照勝さん。そして、いろんなあだ名がついていますが、今日本日で、ベース、吉田太陽君。そして私が、相田博之です。どうもありがとうございました。